俺はみんなを連れて2階の空き教室へと来た。今は引き潮で水は流れ込んでいない。まずここに丸い穴を開ける。教室の床を指して言う。床をくり抜いて1階とつなげる。1階は常に水没した状態で、教室には水が溜まっている。その穴に発電機を設置する。満潮時に2階に流れ込んで溜まった水が干潮になり引いていく。その時、この穴から水を吸い込むエネルギーを電気に変換する。さっき教室で話したように、要はどうやってタービンを回転させるかだ。溜まった水が穴から出ていくときどうなる？はい、渦ができるぞ。リリカが手を挙げて真っ先に答えた。その通り、その渦を利用する。穴から出ていく水の渦を巻く力と吸い込む力を利用して発電するんだ。水を利用した発電は多種ある。ダムを使った水力発電が有名だが、用水路に水車を設置したり、風車のようなものを流れの中に沈め、風ではなく水流によって回転させるやり方もある。だがそれらは一方的な水の流れがないといけない。校舎の2階に流れ込む水は、満ちるときと引くときで逆方向に流れるため一定ではない。そこで思いついたのが、この垂直タービン型。これなら水がどこから流れてこようがと同じ方向、つまり下に向かっていくため、エネルギー変換効率が高まる。で、具体的には何をすればいい？大きく3つの作業がある。1つ目は垂直タービンを設置するための穴を掘る。これは今説明した通りだ。簡単に言うが、なかなか骨が折れるぜ。電動のドリルなんかは使えないんだからな。電気がないので、そういった器具は使えない。ああ、なんとかするさ。で、二つ目は？海水は階段の1階部分から流れ込んでくるだろう。満ち潮で海面が上昇すると2階の床が水没する。その海水は階段から溢れるように侵入してくる。それは困る。教室を抜けた穴から出て行ってもらわないと意味がない。なので、弁、つまり片側からのみ開く扉がついたダムを廊下に作ってやる。それによって水をせき止める。素材なんかを考える必要があるが、まだどうにかなりそうだな。そして3つ目、一番重要な作業、発電機作りだ。直径1メートルほどの垂直タービンをはめ込み、その軸上に海水に浸らない高さ、その軸上に海水に浸らない高さに発電機を設置する。はい。俺は設計図を広げてみせた。朝までかけて描いた。出来たてほやほやだ。素材は昨日サルベージした樹脂を使った強化プラスチック。どうだ、リュウジ。発電機に求められる大きな2つのテーマがある。持続可能性と再現可能性だ。持続可能性とは、壊れずどのくらいの期間使えるかってことだ。ライフラインに直結するわけだから、なるべく長期間トラブルなく使えないといけない。それでもいつかは故障する。再現可能性とは、故障を修理できるか、もしくは完全に壊れた場合、同じ発電機を無理なく再現できるかどうか。その点で FRP は優れている。金属に比べ海水による腐食に強く、型さえ残っていれば再現は難しくない。そして何より電気を使わず手作業で作れる。悪くねえが、ちょっと難しいところがあるな。設計図を睨んでいたリュウジが言う。水をなるべく受け止められるよう曲面にしたんだが、それは問題ねえ。 FRP なら曲面加工はさほど難しくない。ただ、フィンを接続する部分の形状が複雑すぎる。
もっと単純化できないか。ならこうするとどうだ。強度が弱くなるだろ。いいのかよ。だったらここを削って。ねえみなもちゃん、教室帰っていい？うん、なんだか長くなりそうだしね。気づくと俺とリュウジの話し合いが白熱し、他の生徒たちは置いてけぼりになっていた。こうして俺たちの授業を超えた発電機製作が始まった。まず大きな発泡スチロールを削り成形していく。これを FRP で作るタービンの型になる。この型に樹脂を塗り乾かすとその形に仕上がる。FRP は世の中いろんなところで使われているごく一般的な素材だ。車のバンパーや漁船の船体など強度があり軽く、曲面加工が簡単というのが大きな特徴だ。削った発泡スチロール、雪みたいだ。本当だね。子供らは半分遊んでいるが、その方がいいだろう。ある程度前進むと精密さも必要になるので、お手伝いはできなくなる。餌を前に待てを命じられた犬みたいな顔でアトリが俺を見る。ダメだ、お前がやると型になる前に破壊するだろう。そりゃ戦闘ロボットの宿命として、まずはパワーの制御から覚えなければいけませんが。素材は限られてるんだ。無駄な失敗はできない。下の様子を見に行くぞ。ほら手を貸してくれ。不服そうにアトリは俺の手を握った。2階を降りると硬いものがぶつかり合う音が響いてきた。リュウジがツルハシを放り出して軍手を脱ぐ。手のひらが真っ赤になって豆が潰れていた。思っていた以上に難題みたいだな。なんとかなるかと思ったが、穴を開けるだけで1ヶ月はかかるぞ。この古い校舎は想像以上に頑丈にできているようだ。早くも認識の甘さを思い知らされる。俺も手伝えたらいいのだが。いいって。力仕事できるのが俺しかいねんだ。なんとかしてみるぞ。リュウジは軍手をもう一度つけてツルハシを握る。正直なところ、リュウジにはより繊細で専門知識が必要なタービン作りを担当してもらいたい。だが俺の足で力仕事は難しい。結果、リュウジはここに任せているわけだが。あ、そうだ、アトリ。何でしょう。見た目が華奢な少女の姿をしているから忘れがちだが、こいつは大人の男顔負けのパワーがある。そして今までの経験からカニを取ってくるか、物を壊すかは大得意だ。手伝ってもらっていいか。こいつを使ってここに穴を掘ってくれ。ただし床に引いたラインからはみ出すな。俺が設計したタービンの大きさがぴったりはまるように床に円を描いてある。おいおい、大丈夫なのか。ふふん、こんなの楽勝ですよ。ちょっとやってみてくれ。お、簡単に床を砕きやがった。これが戦闘ロボの実力です。こいつ戦闘ロボだったのか。違うぞ、勝手に言ってるだけだ。おっと、そうでした。これは極秘機密事項なので他言無用でお願いします。マジかよ。嘘なんだが、リュウジは信じてしまったみたいだ。アトリ、その調子で頼む。俺たちは上で作業してるから。アトリが悲しそうな顔をする。どうした急に。私は夏希さんの足だから、一緒にいないといけないんです。
取り外して床彫りまでさせるなんて便利な足じゃないか。なんて高性能なんだ。俺のことは心配するな。みんながいる。アトリはツルハシを放り捨てて、とっとと俺のところへ来た。そしてシャツの裾をつまむ。ロボットとしての優先順位を設定します。夏希さんのそばにいるのが最優先事項です。わかった。ここにいるよ。ラインからはみ出さないか心配だしな。リュウジ、悪いが上を頼む。ああ、なんかあったら聞きに来る。リュウジがいなくなると、アトリはニコッと満面の笑顔になった。では、夏希さんのご要望にお答えして、私の高性能さをフルに発揮しますね。アトリは意気揚々とツルハシを振るい始めた。俺と離れるをどうしてそんなに嫌がるんだ。ロボットの習性なのか、それとも単に自分の活躍を俺に見てほしいのか。いずれにせよ、今はアトリの力がありがたい。俺は穴掘りを頑張っアトリをここで監督していることにした。